弟さん、はい、はい、こっち来て。今日やるのは、はい、90巻の17年前と同じ現場という事件なんですけども、通常ガラスって、はい、ハサミじゃ絶対切れないじゃないですか。危ないから絶対間違いないね。とても切れるもんじゃないんだけど、ええ、これがなんとケモメカニカル効果というのがあって、水の中だとスイスイ切れちゃうっていう。本当かよっていう。ということで、それを今日はやってみようと思います。はいはいはい。で、実際に犯人と同じ状態になってダイイングメッセージを残せるかっていう、そこまでやってみたいなと今日は思います。ってことで、やってみるよ。現場の床に散らばっていたコップの破片に入った文字は FU と A と R、 そしてスリッパに刺さっていた破片の文字は D。負債ブランドから FU と ARD を除いて組み替えると千番になりますから。再現してないよ。見た目は大人、頭脳は子供、その名は名探偵コナン。まずコップとガラスのコップね、はいはい、うん、あと、まあ、それ切るためのハサミ、はいはいはい、で、まあ、刺すスリッパですね。スリッパね、はい、で危ないので軍手ね。危ないからね、うん、で実際にその切れるかどうかを確認するためにこのボール、まずね、実際ボールを本番でやる前にまず切れるか問題ね、うん、この試しのキャンディーロッテでやることにしましょう。はい、再現し、ちょっと試しにこの A をね、僕は切ってみようと思いますよ。そもそも本当にガラスを切れるのかっていう。そうそう、深さが足りてるのかっていう問題もあります、ね、あ、でもここで切れる。これ結構濃いわ。結局水から出てるけど大丈夫。いや、切れる気しないけど、ちょっとやってみてよ、またさ。1回目非常に失敗。こんなとこで失敗する場合じゃなかった。水にガッツリつかなきゃダメなのかな。違う、うわうわうわ。あ、でもこれ、ここまで行けばさ、これで切れるじゃん。気をつけて、この状態切れる。気をつけて、マジで。ああ切れる。おう。なんか、ただ、スイスイではないね。砕けてる感じ。あと、ダイイングメッセージ残るかちょっとわかんないわ。これは残んねえな。犯人の現場は、洗面所ですけど、あそこでやるのは多分不可能だと思いますわ。洗面所これより深さないと思うから。お風呂場の中でもうやろうかな。パッとだから、その、FUARD を切ることができるかっていう実験だと。スイスイは難しいですけど、なんとかやったらね、それはできる気がする。FU はまとめて切れるじゃないですかって。あと A が難所だね。RD も型だと思う。端っこだからね。うん。今切っては飲んだんですけど、この丸がめちゃくちゃ難しい理由。そうだね。だから、一回大まかにざっくりガッてカットして、でっかい破片にしてから細かく切る。まあ A は2回チャンスあるな。A 2回チャンスあるし、あの船場関係は、あの、破損してるわけですから。やってみます。OK、行こう。じゃあ、お風呂は。じゃあ、お風呂変えますよ。じゃあ、松尾さん、お風呂入ったんで、ちょっとやってもらっていいですか。あの、大きにまずカットがいいと思う。FU をまず。いや、あのね、まず、もう、全く関係ないところ。そう、そこですね。そこ切ってほしいです。いいですよ。そこ切ります。そこ切っていく。あー、おー、奇跡。こういうことなんじゃない。犯人は要するに、本当は旋盤を切りたかったんだけど、うまく切れないから、結局残ったのが FARD で行こうと思ったんじゃない。それで行こう。それで行こう。じゃあ、こ次、あれだな。E と B の間、行っちゃいましょう。え、そこですね。そこ行けるでしょ。いやー、怖いな。だからそこどっちも大丈夫だから。どっちも取れていいから。いける、まだいける。 A はいけるもんね、これ。あ、てか、A、これにいけんじゃん、もう A。 そう、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 でも、切れるね、今、一応。じゃあ、さ、あ、今、いいか。いいんじゃない、いいんじゃない、あれ、ちょっと、あ、待って、待って、難しいね。 D ね。 D、そこは、応急に。
オッケーオッケー。でも切れるね、やっぱり。これでかくない？いや、いやそんなもんさ、はい、そんなもん、そんなもん。いい。こんなもんじゃなかった。いや、そんなもん、そんなもん。R と D を救出することが大事。どこ行こうかな。まあ、B の中盤じゃない？ B の中をバッて切ってみたら。あ、まあ、いけ。でも丸くなってるか。いや、あ、いけるじゃん、いけるじゃん、いけるじゃん。違う。奇跡、今、奇跡だ。違うよ。これ2つに分かれちゃった。2回目、失敗。これおそらくなんですけど、R だけ難しかったじゃないですか。そうね。A は2回チャンスあるから意外と残るから、思ったらこのフサイブランドちょっと見つかったやつだ、コップ。おそらく、フサイブ、感覚 R ね。R に感覚 R パターンじゃない。感覚 R ね。ガタタさん犠牲になる。これは犠牲になる。だって D いらないんだよ。でも切れるんだね。ガラスが切れることがそもそもすごいね。これがケモメカニカル効果ですね。オッケーオッケー、いいよいいよ。すげえ、B だけ取る。B だけ取るな、奇跡。いいよいいよ、あ、E もほぼ嗅げる。うわ、R いけるじゃん。 R いける、いっていって、感覚 R だからね。いやいや、ギリ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 、 R いけるよ。 OK OK。 来たギリ。その殺害現場を残してほしいんで、 FU とAR 取り出してもらっていいですか。で、D をスリッパに刺す。FU。 ウェイウェイウェイ。刺し方によっては N 隠せんじゃない。でも D に見えるよ。あ、でもそこは普通に指で消すっていう。あ、いいねいいね。はい、 FUA もね、ちょっと S 残っちゃうけど、まあまあ、これは A、A って分かると思うわ。F、A、R、B ね。今回の再現で分かったこと。ケモメカニカル効果により、ガラスを切ることはできるが、スイスイ切ることはできない。だから、ダイイングメッセージを残すとしたら、フサエブランドの R は、感覚が R。見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。今年中に100万人いったるぜ。